んにちは。紙物好きの雑記帳14回目の投稿となります。今日は、マスキングテープをテーマとした動画を撮りたいなというふうに思っています。私にとって、マスキングテープはジャーナルを書くときとか、それからクラフトをするときには本当に欠かせないアイテムの一つとなっているんですね。種類が豊富にあるということと、手軽に使えるというところが魅力だと思うんですが、ちょっとずつ増やしていったところ、結構な数に今なってしまいまして、場所を、結構取ってしまっていて、これをどうにかしたいなというふうに今考えているところでした。で、実際今私が持っているマスキングテープがどのようになっているかというと、ちょっとカメラを動かしますね。はい、このような風になっています。こちらですね、セリアで売ってます。この小物入れですね、これが 1,2,3,4 段、4段になってるんですけども、その中にマスキングテープが入って収納されているという風な感じです。で、よくこちらの一番上の段にあるのがよく使うマスキングテープで、細いタイプのものですね。で、使いやすいように種類別に分けて、例えばドットとストライプとか、花柄と水彩とか、あとちょっとヴィンテージ系とか、このような形で整理はしてるんですけども、最近ちょっとマステが溢れてきて箱に入りきれなくて、こんな風になっています。で、スペース的にはこんな感じなんですが、私のこの作業台があまり広くはないので、やはりもうちょっときっちり収納して、あまり場所を取らない形にしておきたいなということと、例えばここら辺の引き出しを出す時に、やはりいちいちこう動かさなくちゃならないので、ちょっと不便な点が出てきてるんですね。はい、なのでどうにかちょっとしたいなというふうに考えた末に、マスキングテープのサンプルファイルを作ろうかなというふうに、考えました。で、できたのがこちらになります。ちょっと中身を開けてみますね。このようになってて、開けるとシンプルな作りになってるんですが、ポケットがついていて、その中にこのように自分の持ってるマスキングテープをすべてシートに巻きつけて、サンプル帳のような形に作りました。はい、で、こちら使っているシートなんですが、クリアファイルを切って作っています。で、このような形でプレーンなもの、それから幅の細いもの、からストライプとチェック、ドット、フローラル、水彩画、それからヴィンテージ、ちょっと幅の広いものですね、こちらは。で、ヴィンテージなもの、あとはよく使う色で、水色と、それからピンクのもの、はい、というふうな形ですね。あとは、これはちょっとカテゴリーにはできなかったので、とりあえずミックスなものというふうな形で、はい、入っています。これだけのものが本当にハンディに、これぐらいのスペースで使えるので、はい、結構この収納には気に入っています。ですから、先ほどお見せしたボックスはちょっと離れたところのチェストの上とかに置いておいて、普段はジャーナルとか使う時にはこの中から自分の好きなものを一目でこうやって選べますので、選んで使うような感じにしています。はい、で、今日はこのサンプルファイルの簡単な作り方も合わせてご紹介したいと思います。使うものは
大きくは3つになります。ダイソーで以前に購入していた、名刺入れホルダーですね、はい、こちらの方とそれから A4 サイズのクリアホルダー、これはダイソーで買いました。こちらはセリアで買ったんですが、黒ボール紙といってちょっと厚めの黒のボール紙になっています。はい、でこちらの名刺ホルダーなんですが、作りの方が結構甘くて、このホルダー自体がこういう風にペリペリっと簡単に剥がせるんですね。でこの剥がした部分がちょっと汚いので、私はあえてもう一度この上に黒の、画用紙を貼りましたが、マスキングテープでカバーしても、まあ簡単な方法でいいかなと思います。はい、でここに黒の先ほどのボール紙ですねをこのような形に切りまして、はい、私は1センチマチをつけたんですが、このように組み立ててポケットになる部分ですね、よいしょ、はい、このように1センチマチのポケットを作りました。であとは後ろにもマスキングテープじゃなかった、両面テープですね、すいません、両面テープを貼りまして、このように貼り付けただけのシンプルなものです。でこちらのページが寂しかったので、黒の小さな封筒がありましたので、このように貼り付けました。はい、であとは A4 のクリアフォルダーなんですが、底の面をまず一辺切りました、はい、で切るとこういう風に開けられるので、今度はこれをこのファイルのサイズに合わせて、切っていきました。でこれは、8センチの幅ですね、はい、8センチの幅で3枚ほど作れました。はい、で一応出来上がったのがもう一度こちらですねになりますけども、このようにポケットに、はい、差し込んでおくという風な感じになります。でこれがポケットなんですけども、はい、でポケットも前面には両面テープを貼らないでサイドだけを貼りましたので、ポケットの後ろにももう一つポケットが入るんですね。はい、でこちらには例えば切れ端になってしまった、マスキングテープをここに貼って、はい、無駄なく使えるように、はい、したいなというふうに思っています。はい、あとは、まあ、このままでもいいんですけども、開いてしまわないようにヘアゴムですね、ヘアゴムに、まあ、自分の好きなチャームをつけて、はい、このような形で作ってみました。でこれは本当に、ね、先ほども言いましたように、すべて自分が持っているものをカテゴリー別に、はい、巻きつけましたので、いっぺんに好きなものが見つけられて、持ち運びも簡単にできるので、とても便利かなというふうに思います。もし皆さんの参考になればということで、はい、今回この動画を作ってみました。どうもありがとうございました。